はい、今100均来てるわけですが、ここにあの、ね、2文字3文字でなんか地名が入ってる有名系のラーメンのレトルト、まあ、カップラーメンですね、があるんですよ。一つだけ間違う、ホタテだし塩ですか。まあそれも一応種類だからね、同じで、まあこれ3つ選んだわけですが、このホタテだし塩、まあ魚介と塩です、魚介と塩のやつ、あと喜多方縮れ麺の醤油ラーメンと、あと横浜の豚骨醤油、まあ、全部個性的なねご当地ラーメンってわけで、これをね分けて食べるんではなくね、混ぜて食べるんでしょ。絶対ね、ご当地ラーメンだったら、ご当地ラーメンって一つ一つ美味しいじゃん、どこ行っても地名ゆかりのさ、なんか美味しさがあるじゃん。ってことは美味しいラーメンと美味しいラーメンを掛け合わせて美味しくないわけがない、理論的にはね。あ、まあね、うん、これだってさ、天ぷらって美味しいじゃん、そばって美味しいじゃん、天ぷらそばって美味しいじゃん。まあその理論、まあ分かりそうで分かんないけど、うん、まあ、まあ分かりたい、分かりたい、言いたいことは分かった、うん、ってことで3つ混ぜたら絶対美味しい、うん。それでまあね、まあ俺がた、星野が食べる分、まあ俺が食べる分で、まあ俺が分けて食べる分で、まあ分けて食べる分を先に3分の1まで減らして、こう追加で加えて混ぜて食べれば絶対美味しいという理論でいきましょう。これはなんだ。何これ、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 ホタテ、ホタテ、え、シェ、え、ホタテじゃね、シェ、いや、貝じゃなくね、式、どの辺が、あ、開会式、あー、なるほどね、なわけねえだろ、はい、そこで、はい、ぶち込む、まあ、オマージュですね、開会式の、はい、まあ、ホタテだし塩、ホタテだし塩、北方、横浜、横浜、まあ、なんか美味しそうに箸置いてあるね、目の前に、ちょうど3000なのね、イエーイ。これはまず、お前ホタテだし塩普通に食いたいんだよ。ああ、俺ちょっと横浜食いたいからさ、北方をさ、3分の1枚減らしてさ、ああで、あと3分の1ずつ足していく感じで、ああ、で、黄金のラーメンが北方になります。おあのさ、なんだっけ、パズドラのさ、カノープスっているじゃん。ああいうね、あれってさ、カノープス自体カスなのにさ、なぜか合体してゴッドカノープスになるじゃん。あれと同じ理論。ああ、なるほどね、うん、足せばいいの、じゃあゴッド北方になる。おこの企画、ゴッド北方、ホタテ、ホタテの風味を含み、そう、横浜も加算される。ちなみにさ、多分伝えてなかったと思うけどさ、これはあの真夏の熱々定食っていう企画です。そうそうそう、オマージュ。まあね、元々の企画はつまんない企画でね、なんか38度ぐらいの日にね、熱いものを 逆に食うっていう、そういうことだけの企画。その時もラーメン食ってたよね。だね、俺が、俺確かワンタン買ったね、あの時。お前はワンタン食ってた。で、熱っとか言ってて、なんかお互いに、何熱いのに熱いもん食ってんだよって言って、なんかあんま面白くない気がしてね。まあ今日はあんま真夏でもないんですけど、まあ、適度に暑いということで、適度に暑い時に適度に暑いものを食う、まあ適圧ですよね、適圧定食ですよね、適圧定食なんかね、うん、なんかまあありだな、まあこっちの企画の方が多分面白くなります、まあどういう味になるか分かんないんで、 Here we go。 俺のネタ、麺がやばいわ。なんかここまで食うとさ、お前のも気になるからさ、俺が一口入れるから、お前が一口食わせてくんね。いいっすよ、気になるわ、なんか素直に。じゃあいいっすか。あ、じゃあどうぞどうぞ。それが一番濃いかもしれない、もしかしたら。うまっ。うまいね。うん、結論、全部うまい。結論、星野の好物ラーメンはい、ということでラーメンを3分の1減らしました。カメラ、あの例のいい三脚使ってるので、滑らかに星野に移行できます。おお、すげえすげえすげえというアピ、まあちょっと見せてあげてください。まあこの、うん、星野、OK、はい、三脚のパワーを見せてやる。まあ、うん、こんなもんすね。うん、いいね。お前のここにあるのがホタテ、これが喜多方で、これがあの俺の横浜です。横浜で、この喜多方に全部混ぜてみて、黄金のラーメン、ゴッド喜多方を作ります。ゴッドカノープス的なね、何回も言うけど。じゃあちょっと星野さん、投入をお願いします。スープもちょっと交える感じでね。
全部入れなくてもいいよ。なんか多少グワンバーってやっちゃっていい。うん、なんかある程度混ざったなって思ったらいいよ。いきます。はい。おお、いったいったいった。まあ今のところ変わんないね。やっぱ醤油ベースだったこともあって。ちょっとなんかあれだな。俺の麺がなんか白滝みたいになってる。白滝。じゃあ行きます。横浜です。はい、おーおーおー、やってくれんね。なんか輝いてる。そんなことある？ないっす。 ないのかい。スープの量増したな。これじゃあちょっと麺を先スープ入れよう。こんなもんかな。お前は捨てさせん。なんなると残ってた北方の。でもさ、これだけ見たらさ、混ざってると思えないよね、あんまり。ああ、縮れ麺が多いな。普通だよね。こっちやっとくっていい。はい、ということでね、まあお互いに今取り皿ができようとしています。まあ俺はできたんです。まあ胡椒の部分、胡椒をいっぱい溜まってどっかをしてたからね。星野がもうそろ取り皿ができ、まあ開けたよな。開けた開けた、間に合ったな。まあお互いに取っていこうと思います。ちょっとまずさ、俺麺取ったからさ、 あのスープ後で入れるか、まあ星野がまあ次取ってくれ。まあ、これで2等分ぐらいかな。ナルトヤンケ。あとスープを先に入れてくれるんですね。あ、そんぐらいいいっすよ。あと残りみたいな。まあ入れたということで一つ完成。じゃあまずここは、あ、でもここはね、締めにね、あのラーメン好きの星野に頼みたいから、まあ俺がまず感想いいっすか。いいっすよ、食べてください。麺が個性的ですね。なんかあれ、いろんな麺が、製麺所じゃなくてなんかあの手作りでこねて切ったみたいな。なんか分けありラーメンかなんかありそう。良い子のさ、ありのあたりがラーメン作ってる。作ったやつみたいよ。無人島生活。うん、どうした。なんかまず麺の釣った時ってさ、全部均一じゃん、麺って。あ、だから吸えんだけど、吸えない。田舎そばみたいになんか全部が揃ってなくて、ジュルン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 みたいな感じっていって、最初なんか麺に違和感いきすぎて、なんかスープの味があんまよく分かんなかったんだよ。なんかね、スープ面白い。なんかね、でも美味しいよ。びっくりした。じゃあ俺はね、スープからいくわ。やっぱね、本気のラーメン通はね、スープからいきますよ。あ、匂いが面白いね。もうね、発言がね、味噌ベースだね、これ多分。そうなの。うん、どこだろうな、でもどこの味噌だろう。スープ飲んだ。あ、飲んでない。なんで今麺食おうとしたんだよ。スープから行くよねとか言いながら。スープ面白くね。美味しいね、でもなんかさ、変わってるよね。じゃあ麺行こう。麺ね、面白い食感が。カオスだよね、ちょっと。なんか一本一本違うの、麺が。面白いね。面白いよね、個性的な麺たちが。ああ、やっぱ独創的に育ったんだろうね。こう魚介とさ、魚介塩だしとさ、あと豚骨醤油だしとさ、あと王道のガチ醤油が混ざったわけじゃないですか。まあ、醤油が多い分、醤油がちょっと優勢ではありますけど、あれですね、なんかおのおのの長所を生かしただしですね。なかなか結構なんか全てが絡み合ったようなスープですね、黄金の。でも匂いね、なんか味噌っぽいね、なんか正直。あ、ちょっとそうかもしんない。あ、そうだね、うん、なんかね、うん、面白い。なんかさ、赤味噌使ってんね、これ。すごいさ、なんかこだわってるラーメン屋とかのさ、テレビ中継とかってさ、なんか最初にさ、ちょっと濃いスープ入れてからさ、薄いスープで薄めて、さらに3段階式にスープ薄めんじゃん。それみたいな感じになってるわ、なんか。3つとも待ってたから、なおさらね。もしかしたら、まあ麺が個性的なのは美味しいんだけど、麺をなんか大きさ揃えて、なんかあの、普通の麺にして、このスープでやったら結構美味しいんじゃないかな。うん、バレないと思うわ、全然。ちょっと最後にコメントもらっていいですか、星野さん。カメラへ向かって。美味しいですね、やっぱ。美味しいですか、うん、だからラーメン通としてなんかこうないんですか。あーっとね、締めくくるに値する一言。割とね、失敗がないと思う、こういう組み合わせ的には。ああ。ぜひお近くの
ローソンストア100で、そうですね、お買い求めください。今回のヨシカズポイント80、今回の星野ズポイント全然思いつかなかった。ララ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 。さて、じゃあこれ食い終わったらまた別の企画やるか。あ、え、何を落とした？なんか落としちゃったよ。やっちゃった。